よいよ模擬戦ね。いい機会だわ。先生、あなたが指揮を取ってくれる？私たちを教え導くに足るかどうか、先生の器を測らせてもらうわ。あらあら、弱気なことね。私たちもそれなりに訓練を積んできている。きっとあなたの采配にも応えられるわ。だから遠慮なんてせずに、あなたの全力を見せてくれる？やあ、お二人さん、作戦会議かい？俺たちも混ぜてくれよ。いいわよ。手土産にあなたたちの弱みを教えてくれるというならね。おやおや、弱みがなければ勝てないのか？随分と自信薄なんだな、皇女様は。勝つための努力を惜しまないだけよ。あなただって策を巡らしているくせに。策？ははは、一体何のことやら。俺たちは正々堂々戦うだけさ。クロード、お前の口から正々堂々と聞くと嫌な予感しかしないんだが。ほう、短い付き合いでもう俺のことが分かってきたのか。やるな、王子様。茶化すな。俺は正々堂々と戦う。だからといって勝ちを譲るつもりはないからな。それはこちらも同じよ。そうでしょ。よかった、先生がそう言うのならこちらも心置きなく戦える。あらあら、みんな揃っておしゃべりかしら。すっかり仲良くなったよね。君たちが親睦を深めるのは大変結構だが、そろそろ作戦会議の時間だ。もうそんな時間か。それじゃあ二人さん、また後でな。エーデルガルトも先生もあまり無茶をしないようにな。
いよいよ対抗戦よ、先生。思う存分采配を振るってくれる？分かってると思うが、他学級の奴らを残らず敗走させた学級が勝利だぞ。ちなみに俺は今回の模擬戦の指南役だ。勝ちたきゃ俺の言うことをよく聞いときな。戦いの空気苦手だ。私の力見せてあげる。焦らず戦おう。先生、奇襲有利を思います。クロード、お前の浅知恵など必要ない。僕とイグナーツ組んで敵の出鼻をくじいて。え、僕まだ心の準備ができてませんよ。やれやれ、向こうの先生を侮ってないか。油断すると痛い目に遭うと思うがな。アッシュ、お前は前線に向かえるか。敵を戦場の中央に釣り出したい。はい、やってみます。殿下、用意が整い次第攻勢に出る。出る、メルセデス、それまで足止めを頼む。は、お任せを。あらあら、頑張れるかしら。Thank you.
負けるなんて。乃木戦とはいえ腹立たしい。死ぬかと思いました。やってくれるね先生、これは本気でかからないとな。次は負けませんからね。私、遅れ取りません。新しい先生の指揮、さすがだな。早く帰りたい私の部屋。
2つの学級と同時に戦おうってのか。へえ、大した自信だな。この状況、こうきと見た。俺たちも一気に畳みかけるぞ。この体にこんな力が。油断はしないで。焦らず戦おう。相手だが、勝ちを譲る気はない。全力で行かせてもらうぞ。修練が足りなかったか。みなすまない。あとは頼む。
ら負けちゃったわ。私はここまでみたいね。これが私の力よ。俺は戦術はともかく戦闘は辛口なんだ。だから手加減してくれよ先生。真顔でうなずかれると困るな。冗談ってのは分かってるよな。皇女殿下自らお命とは。その顔を傷つけないようにしないとな。手を抜いてくれるなら助かるわ。どうせ勝つなら楽に勝ちたいもの。負けるとは欠片も思ってないわけだ。となると本気を出してみたくなるが。初めからそのつもりよね。前進かしら。あらら、やられちまったか。他の奴らの活躍に期待するしかないな。これ以上無理をしたら私が医務室のお世話になっちゃうわ。この経験は糧になる。みんなで強くなろう。マヌエラ君を退けたか。我が輩も心してかかるとしよう。
から。たっ、もう私なんてほっといてくれればいいのに。勝利、皆の心燃やします。そろそろ危ないな。撤退したいな。積んだ者の士気はさすがに違うな。我が輩が手も足も出なかったよ。これでいいかな。活躍恐れ入る。入りました。よし、そこまでだ。今回の模擬戦の勝者はアドラークラッセだな。模擬戦とはいえ2学級を見事に下したわ。みな、この勝利を誇りなさい。お疲れ様、先生。まあ当然の勝利だったわね。そうね、私たちの先生となるのだから、それくらいの態度でいてもらわなくては。先生、素晴らしいです。勝ちました。見事な采配、感謝します。ええ、個々人の頑張りもあったけれど、先生の指揮は優に及ばずですね。実力はどんなものかと思っていたが、なかなかやるじゃないか。エーデルガルト様の力あっての勝利だとは思いますがね。どうかな。この戦いにおいては彼女は兵、先生は将だったわけだ。強兵といえど、細けいことはいいんだよ、リンハルト。勝ったんだから素直に喜べって。
私はもう戦場はいいですから、勝ち名乗りよりも引きこもりが好きです。相変わらずまとまりのない。でもこの勝利は私たちが団結した結果、皆の力が合わさったからこそ。何この空気。いえ、いいわ、どうせ私には団結とか皆の力とか似合わないというのでしょう。ならばこの後の祝勝会は中止で。冗談よ。ほら皆、さっさと行くわ。見事な采配でしたね。ジェラルトの薫陶を受けただけはあります。この催しを通じて生徒たちと親睦を深められたのではありませんか。それは何よりです。これからの1年間彼らに寄り添ってあげてください。ちなみに今回の模擬戦は前哨戦に過ぎない。本番は飛竜の節に行われる呪術戦だ。伝統ある呪術戦に恥じぬ戦いができるよう生徒たちをきっちり鍛えてもらいたい。さて、今日あなたをここへ呼んだのは翌節の課題を伝えるためです。あなたたちの学級には盗賊の討伐を命じます。ガルグマク大修道院に所属する者には身分を問わず奉仕活動を義務付けている。無論生徒も例外ではない。節ごとに奉仕に代わる課題に取り組んでもらう。生徒と共に課題に取り組み、期日までに大司教へその成果を報告するように。盗賊討伐の件は追って司祭を伝える。一度にあれこれ伝えても覚えきれまい。あなたには特別な何かを感じます。期待していますよ。盗人か。わしとお主の出会いを思い出すの。次はあのような不覚を取るでないぞ。何を固まって。まさか驚いておるのか。わしはいつもお主と共におる。話しかけたくらいで驚くでないわ。やれやれ、せんかたないの。どうやらわしはお主の心の中に存在するようなのじゃ。他の者にわしは見えぬが、わしはお主の目と耳を通して見聞きできる。わしとお主とはこうして心を通じて言葉を交わせる。ま、それ以上のことはわからぬな。何が貴族のガキどもを数人殺すだけだ。セイロス騎士団が追ってくるなんて話がちげえじゃねえかよ。貴様らが子孫じたからだ。つまらぬ陽動にかかりおって。それでも目的は果たせるかと思ったが、元騎士団長の子か。なかなかやる。てめえ聞いてんのか。だが傭兵を教師に任じるなど、あの女の考えが読めぬな。一体無視してんじゃねえ。この始末どうつけて。死ね。のもはや教団は容赦せぬ。貴様らは地獄へと旅立つことになろう。せいぜい道連れを増やすことだな。間違いや。くそー。
白雲の章、盾ごとの説、追回の風景。この説に生まれ、あるいは亡くなった聖人にちなみ、フォドラの人々は彼らが好んだとされる音楽を奏でる。盾ごとや笛、歌で思い思いに興じられるその響きたちは、タルティーンやグロンダーズの広大な野に種まく者の間を舞い踊る。さて、すでに話があった通り、今節の課題は盗賊の討伐だ。騎乗で戦いを学ぶ生徒諸君にとって実戦を知る貴重な機会となるだろう。無論討伐は騎士団支援のもとで行う。戦況は彼らが整えておいてくれるはずだ。とはいえ、これは模擬戦ではない。相応の危険が伴うものと覚悟してくれ。騎士団からの連絡を待って出立する。それまで準備を怠らぬように。以上だ。前に盗賊と戦った時は先生に助けられたわ。今度は私が助けてあげられるかしら。敵の戦力は騎士団が把握し、戦場さえも整えてくれる。負ける理由を探す方が難しいけれど、出立までにやれることはやりましょう。よう、修道院での生活は慣れたか。おお、意外だな。傭兵時代は雇い主なんかとの交渉は全部俺がやっていたし、戦場以外じゃほとんど人との接触は避けちまってただろう。突然貴族のガキどもの中に放り込まれて教師をやるなんざ無茶だと思ってたが、心配はいらなかったようだな。そういや聞いたぞ、最初の課題、盗賊の討伐だってな。お前にとっちゃ慣れたもんだろうが、ガキどもにしてみりゃ初めての実戦だ。教え子を死なせちゃ寝覚めが悪いだろう。油断せずうまく指揮してやれよ。俺も手伝ってやれればいいんだが、レア様にいろいろと押し付けられてな。あの人がお前に何をさせたいのかは俺の方でも探っておく。いいか、慣れるのはいいが気を許すんじゃねえぞ。
これで新たな道が開けた。相手が何者であれ、命のやり取りが初めてという生徒もいるわ。心構えをさせておかなければね。私未経験に見えるかしら。大修道院での過ごし方や戦闘についてまだ何か聞きたいことはあるかしら。先生が私たちを指導するように教師同士も指導し合っているそうよ。あなたもハンネマン先生やマヌエラ先生に何か教わってみたら？興味深いと思うから。私たちの所属学級は出身地によるけれど、あなたたち担任の得意分野も様々でしょ？だから生徒が強く希望して教師が許可した場合、他学級への転属も認められているの。修道院での様々な活動を通じて生徒と仲良くなれば、そういう話もできると思うわ。
先生、あんたは師匠の年を知ってるか？やめとけレオニー、俺自身忘れたって言ってんだ。こいつだって知らねえよ。だけど普通自分の年を忘れたりします？気になるな。お前も自分の年なんざ忘れちまえって。年を気にしていいことなんか何にもねえぞ。はあ、そういうもんですかね。よう、頼みがあるんだが。好物と苦手なものを把握しておかなくちゃ。先生は甘いものと辛いものどっちが好きですか？私と一緒ですね。ちゃんと覚えておきますから。え、先生の学級に誘ってくれるんですか？でも私まだ今の学級で勉強したいことが。ごめんなさい。聞いてくれるかね。願いがあるの。そういえば大聖堂の隣には死聖人を祀る小聖堂がある。死聖人は知っているか？聖インデッハ、聖マクイル、聖キホル、そして聖セスリーンですわ。先生はどなたがお好きですの？君も教団の一員になったのだ。教義や伝承はしっかりと覚えておいてくれ。君に頼みがあるのだが。
すまねえな、助かった。デートでは料理なんてしたことがなかったわ。だから腕の方は察してね。手にするものが剣や斧であればもっと手軽に扱えるのに。なるほど。
バルミラ、ダスカー。ここにいるといろんな国の人を見るわね。覚えておくといいわ、先生。彼らを心よく思わない者もいるということを。くれた、感謝する。実は肌着が風に飛ばされてどこかに。水色のこういうやつなんですけど。ありがとうございます。助かっちゃいます。
声を抑えないと悪目立ちしちゃいますよね。どのくらいがちょうどいいかな。ダメね、もっとお腹から声を出さなきゃ。あー、わかる？あいや、講義の進め方を聞いていないの？他の先生からの受け売りでよければ私が伝えるわ。始める前にまず私たち全員の学習目標を確認してもらえるかしら。生徒は皆あなたの講義を受けながら自分の目標に関連するものを優先して学んでいく。目標に関連するものや得意分野を個別に指導すれば良い結果が出やすいと思うわ。でも学習目標に関係のない分野の指導が無意味だというわけではない。苦手なものを克服することでその分野に興味を持つ生徒だっているでしょう。皆の目標はこの先学んでいくことや課題での経験などで変わっていくと思う。その際改めてどのような目標を立てるかあなたが相談に乗ってあげてくれるかしら。個別指導がうまくいくかどうかはその生徒のやる気にかかっているでしょうね。生徒にやる気を出させるには先生の方からいろいろと交流してあげるといいと思うわ。しっかりと課題や活動に取り組めるよう皆のやる気に気を配ってもらえる？士官学校では生徒たちに修道院の内外で様々な活動をするよう推奨しているの。何人かで協力して作業するよう指示すれば生徒同士の交流は深まるし成果も出るわ。先生は資格試験について知っている？毎節士官学校で行われているの。私たちは志望する兵士になるため学んでいるわけだけれどその成果を確かめるのよ。合格するにはその兵士になるための能力が十分に鍛えられていないといけない。資格試験に向けて計画的に皆の能力を伸ばしていってあげてちょうだいね先生。
おかげで成長できたわ。
今褒められ慣れてないもんで照れますね。今ので良かったんですね。少しは身になってきましたかね。ご指導感謝します先生。聞いてもいいかね。なるほど、納得したよ。よろしく頼むよ。無理ですよ。もうバッチリでしたよ先生。ありがとな。